ぱりあの、まあ、豊田の引退式っていうのもあるんですけども、やっぱりやってお互い本当にこの試合やってよかったなと思えるような試合にしたいんで、変に豊田の引退式とかそういうものにとらわれず、やっぱり自分たちの今までやってきたプロレスプラスこのデスマッチっていうものを、いい形で残せたらいいなと思います。やっぱり恐怖心はすごくいっぱいあるんですけども、今までの有刺鉄線とかっていう試合とはまた自分の中ですごく別格なものなんで、やっぱり今までは因縁とか遺恨とかの結末がそういうデスマッチにつながってたわけですけども、今回はそういうのは一切なく、まあ、遺恨もなく、唯一自分と豊田の あの悔いを残したくないっていうものだけで、まあ、この試合が組まれるんで、怖さとかはいっぱいありますけども、今までのデスマッチとはまた別に考えてます。今まで、コンバット豊田と FMW に入ってやってきた全てをこの試合に出し切って、今後の FMW 女子の戦いにつなげていきたいと思います。もうとうとう来たっていう感じで、あとはもう今自分の持ってる力 100% 出して、確かに怖いっていうのはあるんだけども、それに負けないようにもう目いっぱいの力で頑張りたいと思います。いろいろね、組んだり離れたりと本当にいろいろあって、今思えばいろんなことがあったなって思うんですけども、本当にこれが自分と工藤の集大成だと思って、もう遠慮なくね、今日絶対に私は強いままやめていきますので、絶対負けないっていう気でね、挑みたいと思います。自分たちの中では究極のデスマッチって思ってますので、やっぱり鬼田さんが残してくれたもの、それに対して自分が一番最後 やりたいっていうのが一番大きいので、絶対成功させて皆さんに感動を与えたいと思います。とうとう自分も最後の試合となってしまいました。ファンの皆さんにも、今 FMW 若い子たちにも自分のこの心が伝わればと一番思っております。どうぞ自分の心を受け止めてください。ダブルメインイベント第11試合コンバット豊田引退試合、 WWA 世界女子インディペンデントワールド世界女子選手権試合、世界初女子ノーロング有刺鉄線電流爆破デスマッチ、まず黒のめぐみ入場です。
今までのレスラー人生を噛み締めるように一歩一歩歩を進めます。目に宿るものは引退されましたコンバット豊田さんご自身にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の入場シーンなんですが、テーマ曲がワイルドシング、このあたりからお話お願いできますか。思ってもみなかったことで、はい、大西さんの方から直接来るってことで、本当にもうその時も涙涙で本当に嬉しかったんですけども、歩いてきている瞬間何を思ってました。今も見てて見入ってしまったっていうか、自分もなんか感情入ってきたっていうか、何を考えてたんだろう、わからない。今何だったんだろう。もう多分わからないんで、多分何も考えてなかったと思うんですよね、ただもうあの最後なんだと思ってたのかな。泣いてるように見えましたね。自分は泣いてるつもりじゃなかったんですけど、一方の工藤も涙をこらえているように見えました。さあ、いよいよ始まります。世界初女子ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ。報道されたところによりますと、かなり豊田さんがこの試合の舞台装置に神経質になっていたという報道がありました。そのあたりの心境からお願いできますか。はい、よかったんです。何日間か、はい、この試合のこと考えると両手が激しくなって体が熱くなって寝れないんですよ、で結構やっぱりナーバスな部分もあったんですけど、はい、当日も結構考え込んだ部分もあったんですけど、でもなるべく考えないようにっていうか、はい、確かこれはあの爆破実験というのがかつてありましてね、はい、それを見ますとやはり恐怖心というのは起こりますか。起こりますよ、起こりました。そうでしょうね。あえて引退試合がこの舞台装置、これはどういう意味があるんですか。やっぱり自分は前女さんに入って基礎を教えてもらって、はい、で FMW 入ったわけです、FMW ではもう鬼太さんをずっと見てきて、自分 FMW 女子でしかできない自分の最後を飾るにはやっぱり鬼太さんがやってきてくれたこと、それを自分もやって鬼太さんが伝えてきてくれた心とか、そういうのを自分も伝えていきたいっていうのがやっぱり一番大きかったんですけども、やっぱり何も悔いを残したくない、やっぱり自分の中でやりたいと思うようなこと、で悔いもうやめ引退を決意して、はい、それからこれを決心したんで、だからもう悔いを残したくないっていうのが一番だったんですよ。工藤とのこの主導権争い、序盤の力技、やはり目にあの有刺鉄線が入ると思いますがね、はい、この立ち上がりはどんなことを考えて試合を進めていたんですか。試合ですか、はい、自分の中では最後ってあんまり多分意識はしてなかったと思うんですね。やっぱ試合の内容をどうやって持っていけばいいかっていうのが一番、あとは自分の感情っていうか気持ちっていうのをどうしても出したかったので、はい、そういうのどうやって行こうとまだ多分思ってないと思うんですけど、僕は夢中だったと思うんですけど、逆に豊田さんの目から見て相手の工藤はどんな風に見えました。落ち着いてましたか。落ち着いてました。そうですか。工藤の攻撃、蹴り、工
工藤のこの蹴りの威力というのはどうなんですか。体の上にシャープですね、はい、ここは何か私も当日見ていましたが、まともに受けて立ってやるぞ、正々堂々と来るなら来い、さあ力を見せてみる。あ、これ鬼田さんです。死の目の前での、まあ、無様な試合できませんからね。絶対に見ないぞっていう、そういう意識を感じました。ヘッドバット、FMW 7周年記念興行川崎伝説はダブルメインイベント、今11試合です。コンバット豊田対工藤めぐみ、やはり場内の観衆の注目点の一つ、まず有志ロープ、一体どうなるんだろうか、誰がどっちがどんな形でぶつかるんだろうか、これがあったと思うんですが、有志鉄線電流爆破デスマッチ、このキックは重みがあります。86年の3月に前場にデビューしました豊田、ここは有志鉄線めがけたわけですね。そうですね、はい、でもやっぱうまくいかないんですよね。やっぱり初めてだっていうのもありますし、自分のロープは初めてなんですよ、うん、やっぱロープが使えないっていつも自分の動きが出せない。なるほどね、この勝手違いってのはあるでしょうね、はい、スタイルでね。この辺りは工藤です、一連の流れを使いました。工藤に対しても今となっては思い起こされる思い出たくさんあると思いますが、はい、本当に今までね、敵対したり一緒にやっていこうとしたり本当にいろいろ、はい、本当にもう苦労なしでは自分は語れないって言って、最後ね、はい、戦えて本当に良かったと思います。ここは飛ばしたいところですが、相手もそれは分かってますからね、重心がかなり低いんで飛ばすことはできませんが、もうとにかくどよめくんです場内はね。あれは戦ってる間にもどよめきってのは耳に入るもんですか。結構遠かったんですけど、聞こえたのは聞こえてました。川崎伝説にふさわしく、あの昨夜までの本当に大雨が嘘のように晴れまして、見事なコンディションで今11試合ダブルメインイベントを迎えていますが、コンバット豊田の最後のファイトということもあって場内見つめています。まずは工藤、繰り返しました、余力十分です。あの爆破というのももちろん初体験ということになるわけですが、敵対してこういうふうに相対しているときにはそういう恐怖心はないわけで、あ、もうリングに上がったときはもうね冷静ですもんね、はい、さあ工藤が今右足を襲っています。このあたりの試合運びは自分では不意なんですか、それとも予想通りなんですか。いや、ちょっとね、ハイテンポっていうのを持っていきたいと思ったんですけど、もう一歩のところまで詰め上がった。そうですね、この距離感っていうのもなかなかね分かんないんで、工藤も豊田もまだ痛みは味わっていません。有志鉄線電流爆破デスマッチ、静かな立ち上がりと紹介しましょう。さあ持った、工藤が足を取る、まだ両者ともこの舞台装置を生かしきれない。カウントは
トゥそろそろしかしこれトヨタペースですか。そうですね、はい、でも結構シーソー気味になってたっていうのがあって、もっとガンガン行きたかったっていうのがあるんですけど、植木が漏れました。力入っちゃいます、入りますでしょ場内のお客さんはそれ以上に力を込めましてこのカードを見つめています。このまま有刺鉄線まで持っていくのか、蹴りは実際一番近いところにいて豊田さん思い起こせることは何ですか。これは自分は当たってないんで、音が音がははで耳を押さえてたわけですね。そうです、音がするんですよね。そしたら火花が散りました。はい、はい、取ろうとするんですけどね、この辺りは工藤がグロッキーです。カウントトゥー、やはり傷口開きました。血が流れています。私なんか今のあの電流の入り方を見ただけで萎縮してしまうんですが、ここはチャンスですからね、豊田さんにしてみればね。このスイングは効くでしょう。痛めた背中の部分、ちょうどあそこに当たりましたからね。もちろんそこが狙い目。しかしまだまだこんなもんではない。すごいですね。釣り天井、体勢整えます。その黒焦げの部分、あの腕がねじれるだけで痛みが伝わってきそうな、ここは狙い通り、体勢整いました。この辺り豊田さん、してやったりの流れですか。そうですね、ここで、はい、今から自分の持っている技っていうのを出したいっていうのもありましたし、それで打ち手線を使うよりも、はい、あの爆破、その後ダメージを取るところをちょっと叩き込んでいこうとは思ってるんですけどね、うん、はい、これで返しちゃったんです。そうか、豊田さんにしてみれば最後の試合ということもあって、とにかくあらゆる自分の学んできたもの、得てきたものを出したいという気持ちもあったわけですね。はい、ここはしかし工藤が逆にペースを使います。飛ばすのか、飛ばない、飛ばない、この衝撃はどんなものなんですか。自分の想像してたよりもまず電流が流れるんですよね。でビリって体が来たと思ったら今度暑さがバーンと来て、でその後痛さが来るっていうか、結構想像してたよりもすごかったですね。二面が有刺鉄線で二面が電流爆破ということになりますが、はい、ちょっと立ち上がれない状況です。あの衝撃はあまりにも大きかったか。一瞬先ほどの工藤もそうでした、今の豊田もそうでした。何か脳震盪を受けたように動きがピクッと止まるんですね。そうですね、すぐには動けない。工藤が豊田をスイーパーホールドから体を巻いてきた。そうですよね、ああいう爆破の後に
体がしびれてる状態でしびられますから、はい、自分の体でありながらその電流爆破の影響もあってまさにダメージがあります。ちょっと咳込みましたが、これは本当に苦しそうでしたね。苦しい、本当に苦しい。これ返り血も交えてかなりの流血を見てきました。私はあの中継でもお伝えしましたが、やはりウェイトがある分豊田さんの方が衝撃はありそうですね。結構吉田さんしないので、怖いですね。さあこれは駆動の構成だ。先ほど大仁田さんが少し涙ぐんでいましたが、その表情を見てどうでした？言葉がないです、うん、死に捧ぐ今日の一戦。円髄に蹴りを見舞われます。さあ降ってきたぞ。ああ大丈夫だ。今のよろけた分救われました。駆動のこの表情、今グロッキーなら豊田、この辺りはまだ目が回ってるという感じなんですかね。そうですね、結構きつかったですね。はい、上げられるか。おーっと結果、そしてこの辺りで視線が定まってきますね。そうですね、はい、うわー爆破なのかって今思った。鉄線の方なのか爆破の方法がね、もう分かんなくなりますでしょ。二面が鉄線、二面が爆破。しかし今はどよめいた。しかし有刺鉄線だって相当痛いわけでして、ええ、決してこれが楽なわけではないんです。逆にかなりのいいアングルで決まりましたんで、綺麗、ねに入りました。ジャバン苦手なんですけど、最近使い出したんで。なるほど。でもなんとか決めたいと思ってたので、はい、これはかわされました。工藤はしかしこの一連の流れは工藤です。まだまだ工藤も大丈夫。結構足にくるんですね。あ、なるほどね。カウントは2です。この辺りは確かに余裕があるんですが、足に来ている。血染めになりました両者です。かわしてバックドロップ。これもハイアングルですね。そうですね。カウント2。しかし自分にも影響がありましたか。このボムは衝撃あります。カウント2。今頭の中にあるのはこれ何ですか。もう、もうですね、もう決めるぞ。自分の勝負もかけてましたから。なるほど。でもどうしても勝ちたかったんですよ。なるほど。そして死の目の前で今サンダーファイヤーカウント。もうしかし豊田さん、これが決まんなかったんで、全てを出し尽くそうという意識と決まらなかったという悔しさと、駆動のしかしなんとも激闘ぶり。ここはしかしチャンスですね。来た。サンダーファイヤーに持っていく。これは効いた。抑え込んで2.9。いや、豊田さん、はい、仕留めたいところでしょ。
もうね、本当にここまでね、持ってきて決まらなかったね。あー、逆に今度取るぞ。豊田さん、はい、もうこれファンの間では有名なんでしょうけども、はい、引退を決意したのはいつ頃なんですか？決意は12月ですね。そうですか。土屋との決着がついた時でした、ね、そしてこれがそのレスラー人生の最後の試合。座り込んだ状態でいっちゃったんで、首が切れたと一瞬思った思いました。キーッて耳が鳴って、もう耳が聞こえなくなっちゃう、耳鳴りまして、もう首の痛さが半端じゃなかったんですよ、両者立てません。工藤もしかし勝利を受けてるんですね。工藤が上で自分がしてくれて同じ正面当たってますので、ダメージは工藤を受けているのか。そして今目線が定まってきたぞ。豊田さん、まだ耳鳴りはしてるんですね。してます。足はそして動かないんですか？動かないんです。もう足に来るんで立ち上がりたいんですけど、このそうすると訴えというのは思うように動かない自分への悔しさもあるし、悔しさと思い、まだ終わりたくないっていうのがあるんですよね。まだこんなもんで終わるかって、負けないっていう、まあ、そういろんな気持ちが。工藤と豊田の死闘になりました。文字通り死闘になりました。この辺りのシーンはプロレス関係者がみんな涙して見てました。そして今こういう気持ちを伝えたいんですよ、ね、絶対負けない、絶対やってやるんだって。そうですか。打った瞬間多分もう分かってないんだと思うんですね。このコールも聞こえませんでした。聞こえてないですね。なんというしかし首の曲がり方でしょうね、今のはね。86年3月に全日本女子プロレスラーとしてデビュー。その後将来を嘱望されながらも一旦は挫折引退。その後復活した。最後の試合がこれか。
は無事に決めるんですよ。リバース五輪スペシャルフォームからの買い方により不動めぐみ選手の勝ち。今見てどうですか。電源を切ってください。電源を切ってください。もう突き出たっていうか、もう本当に、最後で悔いもなく自分の中で、試合は良かったかどうかは自分は分からないんですけど、本当に自分の中では悔いなく終われて、もう感動になって、やりたいことやらさせてもらって、本当に場内は本当に感動的な、その幕切れに声がなかったですね。というか、このリングに立ってくれてありがとうって。切なくて美しくて、そして壮絶なデスマッチは今ピリオドを迎えました。両者倒れ、そして朽ち果てた姿を今大仁田さんが懸命の解放です。
絶対諦めないで、俺はできるんだってことを信じて、お尻の上で。そしてファンの方にメッセージがありますか。本当に今まで進んでくださったというか、自分は本当に苦楽を変えていきます。これからね、本当に新鮮な夜を、新鮮な夜を、もしね、本当によろしくお願いします。Thank you.